お店の準備、そろそろ終わってるかな。多分ね。パーティー楽しみ。トーヤ、私たちで目いっぱい盛り上げるからね。とか言いながら、なんでお前がテンション上がってんだよ。主役はトーヤだろうが。ありがとう、アキト。だが、あまり目くじらを立ててやるな。俺も盛り上げてもらった方が楽しめるしな。あ、トーヤくんたちじゃん。やっほー。迎えに行く手間が省けたね。カフェの方の準備はもうできてるから、みんなを呼びに行くところだったんだ。そうか。わざわざすまない。あれ？ルカさんからなんだかいい匂いがする。ああ、ほんとだ。紅茶？ううん。ハーブかな。お、あんちゃん鋭いね。実はさっきまで、トーヤくんにプレゼントするハーブの匂い袋を作っててさ。え？プレゼント？ルカ、それ言っちゃうんだ。あったった。どうせすぐにわかることだしね。じゃあ、ついでに話しちゃおっかな。そのターク、ミクが育ててたタイムっていうのを分けてもらったんだ。本当は、トーヤくんたちが前に行ったキャンプ場の森の香りを再現したかったんだけどね。森の香りを？うん。そしたら、いつでもあの時のことを思い出せるでしょ？なるほど。それで匂い袋を。ありがとうございます、ルカさん。そのうち、ちゃんと森の香りがする匂い袋が作れたらなって思うんだけど、それまで覚えてられそう？はい。朝もやのしっとりした空気や、聞こえてくる小鳥の声に、葉の擦れ合う音。あのキャンプで得た経験や感覚はどれも新鮮で、心も記憶にもしっかりと残っているので。トーヤが急に森に行くとか言い出した時は驚いたが、俺たちにとってもいい経験だったな。静かな森の中っていうイメージを合わせられたおかげで、練習してた曲もいい感じに歌えるようになったしな。本当に楽しかったな。みんなで囲んだ焚き火とか、空一面の星とか、すごく覚えてるよ。うんうん。あと、猫の手を頑張ってるトーヤとか、木から降りられなくなってピンチなトーヤとか、忘れられないよね。猫の手はともかく、後半は忘れてくれて構わないんだが。あの時のことを思い出しながら、なんか歌いたくなってきちゃった。ルカ、私たちはトーヤたちを迎えに来たんだけど。そうだけど、歌って気分上げていけば、テンション上げ上げてパーティーを楽しめると思うんだよね。だから、この間みたいに、みんなで歌おうよ。はい、ぜひ。もちろん私たちも。もう、みんながいいなら、しょうがないか。やったー！ありがとう、みんな。じゃあ、行くよー。未来。決して忘れないよ。
ましょう。たちがどうだった？とても楽しかったです。自然とキャンプでの思い出がいろいろと頭をよぎって。ああ、だから歌いながら笑ってたのか。え？うん、青柳くん笑ってたよ。やっぱり歌ってる時が一番考えてることとか感じてることとかわかるんだよね。どうやって？それだけ歌に思いがこもってるってことかもね。集まってくれたみんなもすごく盛り上がってたんじゃないかな。ね、みんな。はあ、俺たちの歌を聴いてくれていたのか。歌っている時なんだか背中を押してもらっているような感覚があったが、きっとみんなの応援のおかげだったんだな。ありがとう、みんな。っていうか、トーヤのことをお祝いしに来てくれたんじゃない？おお、そうみたいだね。じゃあ、ここにいる私たちでお祝いしちゃおう？いいですね、やっちゃいましょう。よーし、じゃあみんなも一緒に行くよ。トーヤくん、誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう、どうや。ありがとう。みんなもありがとう。俺たちはこれからもラッドウィーケンドを超えるために仲間と共に努力を重ねていこうと思う。チームメンバー以外にも同じ夢を目指せる仲間もできたしな。ああ、いつかその全員で最高のイベントを作って最高の景色を見よう。うん、絶対実現しようね。そのためにも頑張って実力磨いていかないと。そうだな。みんな、もしよければこれからも俺たちを見守っていてくれると嬉しい。それじゃあ、また。バイバイ。